次期 E クラス発見中身が大幅進化。メルセデスベンツの次世代 E クラス。W214 型のプロトタイプが欧州で目撃された。2023年に発売される見込みである。プラットフォーム、エンジン、電気アーキテクチャが大幅に改良され。レベル3の半自動運転や 5G 接続などの新機能が実装されると予想されている。 エンジンは、現在の4気筒及び6気筒の電動化バージョンを使用する見通し。直列4気筒ガソリン M254 と直列4気筒ディーゼル o m 6 5 4には、スタータージェネレーターと 48V システムが組み合わされ、排気システムを改良して次期排出ガス規制ユーロ7に対応する。 ターボチャージャー付き 2.9L 直列6気筒ガソリン M256 とターボチャージャー付き 3.0L 直列6気筒ディーゼル OM656 も同様の改良を受ける予定でマイルドハイブリッドとプラグインハイブリッドが設定されるプラグインハイブリッド車には メルセデス S580E と同じ2 8 6キロワットアワーのバッテリーが搭載され、後続距離は1 0 0トル以上となる見込み。スタイリングは最新のメルセデスベンツ S クラスに似たデザインを採用している。今回撮影されたプロトタイプでは大部分がカモフラージュにより隠されているが、 リアエンドは S クラスと新型 C クラスをミックスしたようなデザインだと言われている。インテリアもほとんどが隠れているが、大型のセンターディスプレイや独立したメーターディスプレイが確認できる。メルセデスベンツは、このセダンモデルとともに、ステーションワゴンとオールテレインを導入する予定だ。また、詳細は明らかにされていないが、E クラス食うて、 カブリオレの後継として、新たに CLE クラスの開発が進められているようだ。